はい、廊下です。今回はね、アガベの育て方とかそういったことではなくて、アガベのね、根本的に僕がどういったところが好きなのか、そしてこういう株を見た時にね、どういうところを見てすごく魅力を感じるのかっていうね、種類ごとにいろいろその辺のお話をしていこうかなと思います。それでこういうね、結構クローズアップでアガベの魅力の、僕が魅力を感じている部分っていうのをね、見せていこうと思うんですが、まあインスタグラムの方のね、写真の投稿では結構アガベのこの辺っていうタグをつけて投稿してたりします。まあその辺の動画バージョンだと思ってください。まあもしね、その辺のタグも気になる方いらっしゃったら、アガベのこの辺で検索してインスタグラムでちょっと見ていただけると、こんな感じの写真だ、撮ってるんだみたいなね、この辺に魅力を感じてるんだっていうのもそちらの方でも見れると思いますので、まあぜひね、見てみてください。で、皆さんもよかったらね、自分のここがアガベの見るポイントみたいなのが あれば、ここが僕は好きだよみたいなね、部分があればタグをつけて投稿してもらえると、いろいろね、人の、あ、こんなところが面白いんだみたいなところも見れると思います。はい、それではね、早速ね、僕の目線で、まあ、ごくごく個人的な趣味になりますけども、その辺のポイントを見ていこうと思います。はい、はい、それではね、早速冒頭からずっと手に持ってるこいつなんですけど、このアガベなんだかお分かりでしょうか。はい、これはね、アガベストリクタになります。ストリクタの斑入り、要は吹き上げ錦ってやつですね。この斑の回り方すごく綺麗でしょ。中斑ですね、綺麗に中斑になってます。僕ね、これの素晴らしいなと思っている点があるんですよ。それをね、ちょっと見てもらおうかな。僕の吹き上げとかね、吹き上げ錦のいいなって思うポイント、ここです。この葉の付け根のあたり、この葉の重なりね、特にこの斑入り種はこの太ね、緑色の部分とのこの色のバリエーションがあって、この中に入り込んでいくようなね、この作りがもう最高にいいなって思います。これ見てね、酒3杯4杯飲めちゃうね。まあ当然ね、全体のフォルムもいいんですけど、いいアガベだと思います。やっと見つけたんだよね、これね。こうね、斑が入ってるのは持ってたんですけど、ちょうどね、斑がこう安定して一周綺麗に中斑になってなくて、縦割りしてね、こう取ってまた綺麗な斑出ないかなとかもやってたんですけど、なかなか出なくて、まあこれちょっとね、見つけちゃったんで購入した株になります。これは葉の付け根が最高、アガベのこの辺ポイントですね。はい、はい、続きましてはね、こちら、まあこれは特に何の変哲もない下の田の錦なんですけども、まあ、これのね、どういったところを見てるかっていうと、やっぱりこの、多分皆さん好きだと思うんですよね、この葉の展開するところ、これかっこいいよね。この葉が開きかけてるところね、だんだんこうギュッとこう芯の部分が閉じてたものがこう開いてくるところね、ここがもうね、たまらん、たまらんポイント、アガベのこの辺ですね。この辺最高。はい、ちょうどね、これ動画で植え替えた株なんですけども、こうやっていい感じにね、展開始めて挙手も強くなってね、まあ植え替えた効果が出た感じですね。ちょっと下葉落ちましたけど、まあこの辺は植えが元気になって調子がいいところです。はい、この辺見どころですね。はい、次行きましょう。はい、今度はね、こちらの株、これは大きい株とかに錦です。まあちょっと斑入り続きになりますけども、これね、まあちょっとね、若干伸びたかな、徒長気味といえば徒長気味だけど、まあ形は維持しているところです。まあこれのいいところ、ズズズズズンと、これですね。はい、蓮子、この蓮子と言われるね、トゲが連なって出てるところ、まあカブトワインの特徴なんですけども、これがね、派手に出て、こうやってね、派手に出てきたところですね。いや、たまんないね。
これっすよね。こういうトゲ、こういう練習のね激しいのが出てくるとやっぱりいいなと思います。他のところも結構いい感じに出てきてるかな。カブトガニですね。これがカブトガニの特徴になります。はい、最高。まあ、小型でいいアガベです。いいでしょうね。最近すごい安くなってね、手に入れやすいアガベになりました。普及してね、いい感じですよね。はい、はい、次はねこちら、これはね吉祥館です。吉祥館の青、麩が入ってないバージョンですね。さあ、これのねどこにポイントがあるかというとですね、僕の見どころはここ、ズン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 とこの真ん中ですね、センター、この芯の部分ですね。ここ、ここアガベのこの辺ですね。はい、ここ、このね芯が太ってきたところかっこいいですよね。まあ、これはね8号鉢結構大きくなった吉祥館なんですけど、まだまだね吉祥館大きくなります。まあ、こうやって大きくなってくるとね、まあ、芯が太ってね、こうやって見栄えが良くなってきます。ここね見頃ですね、この辺。まあ、葉のね緑とこの赤い巨樹とのコントラストも最高ですね。はい、ここ最高。まあ、いい感じだったね。はい、続きましてはねこちら、ちょっとあんまり状態がねめちゃめちゃいい株ではないんだけど、まあ上は元気なんでね、ちょっと下が植え替えなきゃダメだな、ライハルかな。はい、これは赤でボビコルヌーター。まあ、ボビコルヌーターもちょっと葉が長くなるタイプと短くなるタイプがあるんだけど、まあ、これは長い方のタイプです。これの見どころ、はい、これここですね、この巨子、赤い巨子、これどうですか。これね別名カウホンアガベって言われて、トゲがねなんで牛なんだろうな、ちょっとよくわかんないんですけど、このね赤いファイヤーパターンみたいな巨子がねとてもかっこいい種になります。はい、これはアガベボビコルヌーター、ちょっと寒さにねあんまり強くないんですけど、それとこれも巨子もいいんですけど、この巨子とともにねもう一個いいなって思うポイントがあります。それがねこれ、このトゲ模様ですね、巨子の跡が葉に移ってついているトゲ模様、まあ、これがねいいっすよね。特にこういう派手な巨子のね植物の、あ、まあ、アガベのこのトゲ模様はねほんとかっこいいよね。こんな感じで、まあ、そのまま移ってくるんでね、まあ、これなんて言うんだろう、スタンプとかね言われたりするんですけど、あの表もちょっと見づらいかもしれないですけどね、とてもいいトゲ模様がついてます。はい、ここポイント。はい、次ね、ちょっとこれ番外編なんですけど、アガベじゃないんですけども、今ねこんな花咲いてます。これは何かというと、部分アロエです。これはアロエソマリエンス、もしかしたらハイブリッドじゃないかなってアロエマニアの人が言ってたんですけど、どうなんだろうね。まあそんな感じのアロエです。まあ模様かっこいいでしょ。このねアロエのいいところっていうかね、僕の好きなところもねちょっと見てもらおうかな。これ初めに紹介したストリクターと同じような感じなんだけど、ここね、この葉の裏からこの芯にかけてつながっていくところ、ここがねマジで見どころ。いやかっこいい。あ、ここっすよね。これに惚れちゃう。うわかっこいい。こういうアロエ好きなんですよね。まあアロエって結構多いんだけど、こう葉のね付け根にかけて巻き込んでいって、こういい感じの模様ができるんだよね。葉裏の模様もいいけどね。はい、葉の付け根でした。まあ、番外編アロエです。はい、今度はねこちら、これは笹の雪の
黄色の中麩ですね。笹の雪錦黄中麩って言われるアガベになります。これはね、こうやって真ん中に黄色い麩が入ってるんですけど、まあこのね全体像、まあ笹の雪っていうのは大体全体像が結構ね好きなんですけど、まああと細かいペンキとかそういうところも見どころなんですが、この中麩ね、黄色の中麩に限って僕が好きなところはこれですね。この葉裏見て、これ真っ黄色でしょ。葉の後ろは真っ黄色になるんですよね。これはたまんねえ。まあここね、ほんとかっこいいっすよね。上から見るとこの緑がね入ってきて、またこれはこれでいいんですけど、これはこう見るのがいいね。かっこいい。いや、いいね、この黄色派手派手で。はい、まあこれが斑入りの、僕はねこれはよく本当にハウラが好きなんですよね。そう、いい感じです。はい、はい、次はねこれパルビフローラの、まあ、特選って言われる結構派手派手なタイプなんだけど、まあ、実際パルビフローラなのかちょっと微妙、他の種類かもしれないって感じ。この辺のフィラメント系のものはね結構見分けが難しいんでね、まあ、ちょっとどうなんだろうね。姫乱れ雪特選ということで買った株になりますが、まあ、ちょっとねこれの見どころ、どん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 と、これはもうここですね、芯の部分のフィラメントとペンキがこう重なり合った部分ですね。これがいいんだよね、派手でしょ。はい、ここですね、ここがポイント、ここ見ちゃうよね。いいな、ちょっとこれもライハル植え替えかな。はいはい、次こちらです。こちらはねアガベ陽気です。イスメス、要はヒメライジンのこの島風ですね。最近結構輸入されたりとかしてるもんって中風が強いものって多いんですけど、まあ、本来陽気っていうのはこういうね島風になる個体です。結構これからも中風の子っていうのは出たりするんだけど、まあ、これのね見どころはやっぱりなんといってもやっぱ風ですね。風のね入り方、こういうまだらにね入ってくるこの下の葉とかもいいね。この感じで全体がなると最高なんだよね。ちょっとね一部こうやってねベタっとした風が出ちゃうとなんかちょっと残念。まあ、これを見る顔はこっち側だね。こっち側がいいね。全体的にこの感じになってくれないかな。まあ、この辺がいいですよね。この島風、派手めの島風が出ると最高です。なかなか良くなってきたね。うん。はい。はい。あとね、最後にね、これ。これはアガベ、小玉姫笹の雪。なんですけども、まあ、これの見どころってねやっぱこうクローズアップっていうよりもこれはもう全体像ですね。このフォルム、まとまり、これがやっぱり笹の雪はねこういう見方になっちゃいますね、どうしても。まあ、この芯の部分のねこう折り重なった部分っていうのも非常に見どころではあるんです。あとペンキとかね結構見どころが多いアガベになるんですが、まあ、やっぱりこの全体像ねがいいでしょ。これなかなかよく作ったね。うん、よくできたと自画自賛してる株なんですけど、いいでしょね。まあ最高。初めにね動画撮り始めた頃、 YouTube に投稿し始めた頃、この辺のねちょっと焼けてる葉があるんですけど、これがこのてっぺんの方にあったんですよね。もうだいぶ2年で開いて上の方はね焼き捨てない葉が揃いました。まあここ小さく綺麗にまとめられた株なんでね、お気に入りの一株になります。お、全体像アガベのこの辺。はい、はい、まあね今回はねこんな感じで、まあ、僕の独断と偏見でここがいいよっていうところをね
お見せしてきたと思います。まあね、こういったねチタノタなんかのフォルムも好きなんですけど、まあ、僕はあんまり上手くないんですよね、チタノタ育てるの。まあ上手い人本当にねガチガチに育てられるんで、これはなんだっけ、姫岩竜ってやつですね。若干パンも持ってるかもかな。もっとなんか LED の人の音が見るとすげえもんね。あー、作るのなかなか難しいよね。うちじゃちょっとなかなかできないですね。はい、まあ、これでもなかなかいいでしょう、ね、緩めに育てるとこんな感じになります。はい、まあ、こんな感じでね全体像がいいよっていうのはまあもちろんなんですけど、まあ符が良かったり、まあ、トゲの色、巨子の色が良かったり、あと葉の形が良かったり、トゲ模様が良かったり、あとねちょっとマニアックなところというか、まあ、僕目線なんですけど葉の付け根とかね、ああいうところを見ていいなと思うんですよね。はい、で思わずやっぱり欲しくなっちゃうとか育てたくなっちゃいますね。だいたい親株の写真とかそういうのを見てて、で小株を探しに行ってね小株を買ってくるってことが多いんですけど、まあ、なかなか特徴が出てくるまでも時間かかったりするんで、まあ、その辺もね楽しみに育てていく植物かなと思います。はい、まあいろいろアガベも種類があるんで、いろんな特徴のねの楽しいところ、いい部分っていうのを見つけて育ってみると楽しいと思います。はい、はい、今回のね動画はこの辺で終わろうと思います。はい、皆さんもぜひねアガベのこの辺インスタグラムタグつけて投稿してみてください。皆さんのね面白いここがいいよってところもねちょっと知りたいんでね、まあ、あとねコメント欄に私はここが好きですとか、僕はこんなとこがアガベの魅力だと思いますっていうのもぜひぜひ、ね、コメントしていただけると嬉しいです。はい、それではねまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。ベルマークオンにしていただくと通知が届きますのでご活用ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。